今日は会社の敷地に生えている雑草を除草剤を使って枯らしていきたいと思います。じょうろで除草剤を巻いてもいいんですけど、今日はこういったもので除草剤を巻いていこうと思います。こんな感じです。ロックしたりロック解除したり、やり方はちょっとあまり見ませんが、この蓄圧式片手噴霧器スプレイヤー2リッターと書いてあります。では除草剤の方を入れていきたいと思います。はい、除草剤はだいたい300円ぐらいで買いました。だいたいこの100ミリぐらい入れていこうと思います。これでだいたい100ミリリットル入りました。だからここ本体でこの中に水道水を入れていきたいと思います。2リッターほど入れていきます。もうちょい入ります。これでだいたい2リッター入りました。ちょっと液が漏れてしまったので表面を洗いながら、泡が溢れてきたのでもう一度ちょっと洗います。それでは圧をかけていきたいと思います。こんなもんですか。では巻いていきたいと思います。ちょっと勢いが良すぎる。反対。こんな感じですか。こういう感じで拭いていきます。はい。だいたい100ミリの除草剤を2リッター水を入れて、ちょっと何倍に薄めているのかはちょっと計算ちょっとできませんが。100ミリの除草剤でこの敷地の草を枯らしていきたいと思います。はい、では3倍速で回していきたいと思います。
たい2回ぐらいこう2、3回こう全体的に巻きました。これでだいたい全体的に枯れてくれると思うんですけども、なんかちょっと太い木みたいな雑草がありますが、あれは枯れるのかどうかちょっと分かりませんが、とりあえず2リッター巻き終わりました。まあこれが巻き終わったすぐの映像です。これがこのどういう具合に枯れていくのか観察していきたいと思います。こちらが巻いて除草剤を巻いて4日後の状態です。この大きい大きいような木のやつもなんか下の方が枯れてます。まあ、うっすらと枯れてますね。こちらは7日後、まあ1週間経過した時の状態です。だいぶ枯れていますが、まだちょっと緑色の部分が残っています。もうしばらくちょっと様子を見てみましょう。除草剤をまいて10日後の状態です。もう硬そうな草も枯れて、だいたい全体的に枯れています。10日もあれば枯れるという結果になりました。三兄弟二郎が除草剤をまく動画を紹介しました。チャンネル登録お願いいたします。ではまた。